AKB アイドリングでコラボしたけど上昇できずに終わったアイドリングと AKB の違いって何だったと思いますか、今の朝日の活躍どのように見てますか、リンガーからの質問でした。私その AKB アイドリングってあの2つのグループの選抜メンバーがコラボして CD 出してたんですけど、私はそこに選ばれてないんですよ、実は。あ、そうなんですね。何で選ばれてるんですね。選ばれなかったんで、なんか何とも言えないんですけど、何なんですかね、はいはい、違いか。でも売れてるアイドルグループと売れてないアイドルグループの差ってよくわかんないですよね。わかんないですよ。本当に AKB がなぜ当時すごくヒットしてっていうのも本当に時の流れというか、なんか時代に噛み合ったっていうことでしかないのかなって思いますね。実際やってる側からしても、その昔のその神セブンって呼ばれてた頃のが AKB って日本全体から支持されてたじゃないですか。で今はそのもう多くあるあまたあるアイドルグループの1個っていうポジションになっちゃったんですけど、それってその何が問題だったのかっていうのは内側にいても分かんないもんなんですか。そうなんですよ、本当に分かんなくって、やっぱり自分たちでもよくあの時の AKB 売れたなみたいな。なぜ売れてるかわからんみたいな。そうですそうです。なんかすごく今の乃木坂さんみたいに粒揃いというか、うん、ね、そういう感じでも正直なかったんで、なんでだろうねみたいな。逆に本当に卒業メンバーが AKB ってメンバー単体で見たら今の子の方が可愛いのにね、なんでだろうねって本当にぐらい自分たちでもわかんないですね。なんかコメントだと楽曲じゃね、うん、っていうので、あ、確かにあの当時の AKB の曲って結構みんな聞いたらあれねみたいなのが思い浮かぶの多かったですよ ね、フォーチュンクッキーとか。そうですね、なんか秋元先生と AKB が、うん、やっぱりまだ売れてない時はすごい密だったんですよ。もう秋元先生もよく劇場見に来てくれて、はいはい、なんかメンバーの一人一人のなんかこうキャラクターとかを把握しやすかったんですよね、当時人数も少なかったですし。だから秋元先生はなんかインスピレーションがすごい湧いたと思うんですよ。なんかこう頑張ってる途中のメンバーを密で見れてたから。だから楽曲とかもこの子がセンターならこういう曲にしようとかって、すごいいっぱいいろんなものが浮かんでたんだろうなって当時思って、うん、今ってやっぱ人数もすごい増えちゃいましたし、グループも増えちゃったから、その AKB のことを多分昔ほど見切れないじゃないですか、秋元さん。そうですね、お忙しいんで。秋元さん会ったことないっていうメンバー多いですからね、今。そうそう。それが、その多分、なんか、ね、楽曲にちょっとは影響あるのかなって。ああ。フィットするかしないかというか。そうですね、この子がこういう風に歌ったらみんな喜ぶだろうな、みたいなのがないままになっちゃってるわけですよね。それはちょっとあるのか、昔との違いはそうかなと思います。そうそう、じゃあ最終的にさ、秋元さんがもう力を入れなくなったからって。じゃあもう、ちょっとあれさ、ちょっとね、難しいですよね、それって日本語。うん、あ、でもやっぱ天才秋元康がどれぐらい頑張る気になるかに関わるっていうことな気はしますけどね。まあ私の口からはあれですけど、ひろゆきさんがそうおっしゃるなら、そうなんだと思います。これだけ作詞バンバン出し続けられる人ってそんなにいないっすもん。そうですよね。本当にお忙しいと思います。でその昔その作詞で成功したあの昭和の時代悪友さんとかっていう人もいたんですけど、やっぱあの人も毎年毎年ものすごい量曲作るんですよね、はい、なのでみんなが覚えてるヒットは確かにそうなんだけど、覚えてない悪友さんの作品が多いんですよ。年間になんか100本ぐらい書いてらしいん で、はい、で秋元さんもやっぱりすげえ書くじゃないですか。だから書いてって、でも忘れられた曲はみんな覚えてないけど、覚えてる曲だけやっぱ秋元さんすごいよねってなるんで、確かに。なのでそのいっぱい作ってこうどんどんその調整をしていって、この子にこれやらせたらどうかなとか、こう歌ったらどうかなって、やっぱりその女の子自体に合わせていくっていうのをやらないと当たらないっていうのは、なんか確かに合理的だなっていうのでちょっと今納得できました。そうですね、そうだと思います。私もなんかあのイコールラブっていうサッシープロデュースのアイドルのミュージックビデオを撮らせてもらったことあるんですけど、監督みたいな立場で、はいはい、やっぱりなんか知ってる子、知ってるメンバーはこういうことやらせたいな、ああいうことやらせたいなとかっていっぱい浮かぶんですけど、まだあんまり知らない子とかに対してはなんかあんまりインスピレーションが湧かなかったりするので、はいはいはい、秋元先生とかクリエイターの人ってこういうことなのかなってやっぱ思いました、そっちの立場で。確かに最近
その指原さんがプロデュースする VTuber の、はい、なんか新人発表会みたいなイベントに僕出たんですけど、はい、指原さんいなくて、でだからもう指原さんあやる気ねえんだみたいなのがまあありえてて、いやそんなことないです、マジ忙しいんですよ指原。結局なんか忙しくなっちゃうとその優秀な人でも力入れられなくなっちゃうっていうのが、っていうことなのかなっていう。だからやっぱ大きくなりすぎたってことですよ多分、その昔のその AKB の48の頃ってまだその AKB が成功するかどうかも分かんなかったから、秋元さんそこまで仕事なかったと思うんですよね、というかまあやっぱ見ておかなきゃ不安っていうのはあったんでしょうね、そのまだどうなるか分からなすぎて、だから指原さんとかももともとじゃあその博多とかでやってる頃はそんなにその東京のテレビの仕事とかもないから一生懸命メンバー育ててできたと思うんですけど、多分今はすげえ売れっ子だからそんな余裕ないよねっていう、確かに